成績の割にヒロインに出る回数が多すぎる選手。成績の割にヒーローインタビューに出てる回数が多すぎて草。なんかこの子いつもヒーローインタビュー受けてないか。ホームラン打ってから完全に覚醒したから最終的に700超えるで。森下で勝った試合いくつもあるし、打率2割でもここ一番の期待感はあるわ。研究されてからどうなるかよな。高山も佐藤も2年目以降苦しんでるし。まあ1年目や CA やろ、佐藤の2年目 OPS 800やぞ。未だに高山と佐藤を同列に扱ってるやつはそろそろ頭おかしいと気づいた方がいい。高山はまだしも佐藤は2年目以降苦しんだとは言えにやろ。広島キラー大きいな。守備うまかったら当たりやろこのくらいやと。最初のダメっぷりに比べたら随分マシになってるわ。パワーを落としたサトテルって感じするわ。叩かれてたけど1年目で OPS 7の越した大山って優秀よな。これの凄さわからんやつが多すぎるんだよな。森下の1年目の目標としてちょうどいいとか言ってたやつ大量にいたし。いやちょうどいいやろ。佐藤の成績目標にしろとか言ったら頭おかしいやつやん。印象は悪くないよな。西の森下、東の門脇。まあ少なくとも大外れではないな。来年次第、まだ秋まで試合数あるからここから成績上げられるかもしれんし。今後選球眼が改善すればええけどな。高山の二の舞になりそうな気がしてな。選球眼は大体そのまま改善されんイメージ。カープが打たれすぎやろ。大山の初年度に並んでほしい。こいつおらんかったら今週は絶対なかった。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。